ブルオのプロ野球ニュース。箱根といえばそりゃ温泉だろ。てか温泉といえばヤクルトなんじゃないか。今年トリプルスリーで流行語大賞まで受賞した山田選手、彼も温泉で自主トレを行ってるぞ。これは2015年の自主トレ、愛媛の権現温泉だ。これは2014年の自主トレ、愛媛の権現温泉だ。これは2013年の自主トレ、愛媛の権現温泉だ。これは2012年の自主トレ、愛媛の権現温泉だ。全くキリがないので、2005年の権現温泉の写真を見てもらおう。一番右が真中監督だ。ここで無理やりのニュース速報だ。ブルオのスタンプ第2弾が発売されたぞ。いいね、よろしく、充電中。えへへ、ジーン、なんだって。了解、ガーン、あと5分。正直、少しでも売り上げが出ないと、ブルオの存在自体が消えてしまうかもしれない。まあ、それでもいいんだけどね。